このお店があって助かってるわ。この辺はスーパーがここしかないもんね。お店は近所の人たちの交流の場でもあり、私もお客さんとの会話を仕事の楽しみにしている。ある日、じゃあお母さん買い物してるからお菓子コーナーにいてね。はい、よし元気をそうだ。待ってよ鉄、おいこれがいい。それは俺が欲しかったの。あら元気なお客さんがいるね。お母さんは野菜コーナーに行っちゃったみたいだけど、それとなく注意しておこうか。とはいえ新月も暇じゃないのよね。お菓子コーナーの機嫌チェックがてらあの子たちを見に行こう。すると、うわお母さん遅いね。君たちこれ食べちゃったの。違うよ違うよ。バレバレよ。支払いの前に食べるのは悪いことなのよ。お母さんはどこ。別、このお姉さん悪の組織の幹部かも。怪人の姿に変身するかもしれない。逃げろ。こら見失っちゃったって。うわラップに穴が。小さな子たちが走りながら開けていったわ。ちょっと店員さん来て。今度は何。怪人の襲撃に備えるんだ。モナソード本気モード解除。俺のモナソードの方が強いぞ。食べ物をおもちゃにしちゃダメよ。やだぎ店長、あの子たちが。ほらそこにじっとしてなさい。まずい、敵の狩猟だ。ひとまず退却だ。ゲーム鉄帰るわさよ。あの人があの子たちのお母さんです。あなたちょっといいですか。こちら弁償願えますか。なんで私が。あなたのお子さんが商品をダメにしてしまったんです。会計前に開封して食べてしまったんですよ。うちの子たちがやったっていう証拠は。目撃者が何人もいるんですよ。だとしても子供が遊べる状態で商品を陳列してるそちらにも責任があるんじゃない。出たドキュンの謎理論。バスがもう来ちゃうから失礼するわせ。行こうさよゲーム鉄。ちょっと店員さん、大根はもうないの。お菓子コーナーに入れないんですけど。少々お待ちください。結局取り逃がしてしまった。店長これどうするんですか。お客様による破損として不良品処理をするしかないな。それじゃうちが損するだけじゃないですか。今日注意されたことに懲りてもう来ないでくれたらいいんだが。ただわさび親子はうちの店が気に入ってしまったらしい。お肉も野菜もいいものが多いし、子供を遊ばせられるし、いい店だもんさ。モーナレンジャーごっこしようぜ。今日の武器はあれだ。かすみさんそろそろ回転じゃん。これは売り物だからおもちゃにしてはダメ。敵の幹部が守ってる。お菓子コーナーに移動だ。お会計前に開封しちゃダメ。ここも敵の手に。逃げるぞ鉄。走ったら危ないよ。うお敵に追いつかれるな。キャー危ない。いったなんなのよ。お子さんから目を離さないでください。怒りで回った方が早く買い物が終わるんだもの。店長玉ねぎが。店長冷凍餃子が。今日も破損品がこんなに。わさびさんは。バイトのレジの子を解き伏せて帰っちゃいました。次来たらレジの守りも固めないとな。毎日こんなに不良品が出たら大損害だよ。かといって店内を私たちだけで守るのは限界。すばしっこいのよね。私たちは店内を走るわけにいかないし。幸い他のお客さんはお店に協力的だけど。でもこんなこと続いたらいずれ客足にも影響しますよね。あーどうしたら。別の日。今日は絶対買いたいものがあるから、また二人で遊んでてね。今日こそ敵の圧と殲滅するぞ。まずは武器を探すんだ。おお。また来た。どっちが敵なんだか。今日も二人から目を離さないでくれ。わかりました。行くぞ鉄。瞬速モード。あ、先週モナレットがやってた新技。俺も。うわって1本8000円のワインコーナーよ。8本は割れてるわよ。あの子たちが割っちゃったの。保護者はどうするつもりかしら。いやーゲーテス大丈夫。あやだもこんな陳列をして。こ
供が怪我したらどうしてくれるの？こうなるかもしれないから目を離さないでと何度もお願いしましたよね。私のせいだっていうの？子供を危険な目に遭わせておいて。これは8000円、1万6000円、2万4000円、3万2000円、4万最後だよ店長。どうなってるのこの店は。はぶつかっても倒れないよう陳列を工夫します。店長誰でいいのよ。ただあなたのお子さんがワインを割ったことも事実です。だからあんたたちがこんなレイアウトにしなきゃ割れなかったって言ってるの。うちの子は悪くないわさ。悪いに決まってるでしょ。その子たちが周囲も気にせず全速力で走ってたの見たわよ。さっき私もぶつかられたんだから。棚に激突する瞬間も見てたわ。何よ全員で店の味方して。防犯カメラにも全部記録されてるはずよ。これだけ目撃者がいて知りませんは通用しないからね。わざとわざよ。弁償すればいいんでしょ。割れたワインの合計で6万4000円です。はぁ、たがのワインに6万って。そちらの落ち度を差し引けばもっと安くなるでしょ。そうおっしゃるならこれまであなたのお子さんによって出た損害額も加味してよろしいですか。これまでの分を合計するとあなたへの請求は15万円となります。ワイン分のみで請求しましょうか。いかがしましょう。なんでこんな高いワイン割っちゃったのよ。ごめんなさい。もともとはあなたがお子さんから目を離したせいでしょ。子供連れでの買い物は大変だってわかるけどあなたみたいに放置しないわよ。何度も注意されたのに改めないからよ。どうしてわさみさんは泣く泣く最初に提示された金額を支払った。お母さんが悪の組織に負けちゃった。ワインなんてまだ何本もあるんだからいいのに。ねえ、君たちが割っちゃったワイン全部で何円だと思う？わかんないよ。大人なら払えるんじゃないの？そうね、モナレンジャーのベルトが10本は買えるかな。10本？お母さんがいつも高いからダメわざって言ってるベルトが10本も。そう、あのお金で買えたんだよ。それでも大人なら払えるからいいと思える？それとね、売り物のお野菜を武器にして遊んでたけどモナレンジャーはそんなことするかな。しない。してたら怒ると思う。そうだよね、モナレンジャーは街を守るヒーローなのに悪の組織は俺たちだったんだ。商品で遊んでごめんなさい。ちょっと、うちの子に変なこと吹き込んでないでしょうね。支払い終わったんですね。お母さん、店員さんにひどいこと言わないで。俺たち悪いことをしたから謝ってたんだよ。お母さんも困ってる店員さんに悪いこと言ったよね。謝らなきゃ。何を言い出すのよ。お母さんは悪の組織のままでいいの？あさとわざよ。すみませんでした。こうしてわさび親子による被害が出ることはなくなった。そしてわさびさんたちは相変わらずうちの店に来る。だってここよりいいスーパーないんだもん。あ、どうも、こんにちは。ただし少しだけ居心地は悪そうだ。そしてわさびさんの後ろには、俺たちは町を守るヒーローだからお店では走らないんだよ。あ、いいよ、ナス、これにしましょう。じゃ、これはいらないわさ。これは、あ、別にいらないか。バイ。お母さん、商品はみんなのものなんだから投げちゃダメ。あ、へい、ごめんなさい。あ、モナレンジャーのお菓子だ。こら、勝手に言っちゃダメよ。お店では走っちゃいけないんだよ。モナレンジャーならみんなが困ることしないよね。もうごめんなさい。今ではすっかりあの子たちがこの店の自警団に。